ジョン2ファイアープロレスリング3レジェンドバウツ。56億名3000ビッグミドッパチ先生さん、黒風さん、サンチさん、ヨジベイさん、スズさん、シャドルさん、塩分の取りすぎは注意。黒風さんがリーグです。和骨です。キュウコメさん、アラン・プロスさんです。和骨です。はい、今週の挑戦者、前回誰が勝ったんだっけ。アガトダイモンさんです。コブラ長男が勝ったんだね。これ長男かですね、長男ね、はい、ここから長男が残ります。ワーコーツ倉掃除さんにしてます。はい、あっこういう物語ですね、今週ね。スーパーカイザーでパープル箱17コマさんです。東京技術さん、おじさんがありがとうございます。森さんが一番先に、ね、老朽も汚い勝利を見せてくれ。はこっちのせいです。お1555前回は小倉さん兄弟の長男が勝ったんでしたっけ。長男が勝ちましたね。10万ゴーサリン、はい、ローミドル、アビセゲリ、ジャンピングインパクト、ホット、ペッパー、ユーティー、今日は女子プロレスかと思いました。わら逆水平ジョップ、ガイドスペックス、あとでちょっと時間があればあれですかね、女子プロも見たいですけど、あ、女子プロちょっとセーブがね、セーブがあれなんで、セーブ容量くんでね、ちょっと眠りベース今 A 館あるんでね、 A 館クリアした後だったらいいですけどね、容量余ってるんですけどね、これメモリベースの悪いとこでね、アートリンクでセーブして NEC のやつでセーブしちゃうとバグっちゃうんでね、あれがちょっとね、同じ初期化するのは同じゲームデータでやる。サイドスープレックスってどんな技かピンと浮かびませんでした。サイドね、横にあのお腹だたり持って横に投げるやつですかね。ハイザーブ、エースバスター、森さんが一番さんがいる、ジャーバアームホイップ、フロントスープレックスはもっと浮かばなかった、わらわら。フロントはあの相手の正面からね抱えて後ろに投げ飛ばすやつですね。ドラゴンスリーパー、リバースみたいな、キャーキン肉まん、はい、35個目最初、20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 、
肉マンのコミックって意外と今見ても楽しめます。まあ筋肉マンね、もうね、いろんな超人出てきますからね、懐かしさもありね、忘れてるところもあるでしょうからね。超人応募した人なのか、さらに見たことないです。楽しみじゃない。筋肉マン2世も1世見てたら楽しみじゃないですかね。農協牛乳さんあれで。ちょっとゲームでしかやったことないですけど。ウォーズマン理論とかロビンの鎧の落下速度とか勉強になりますもんね。見たいんですけど、スーパー戦闘のコミックコーナーにないんですよね。森さんが一番高いです。は大人向けにしたせいで引き伸ばしすごかったんですよね。引き伸ばしがすごかったんだ。ピンポイントな場所限定。近所の定食屋に置いてあった。近所の定食屋に。はい、あと2つは何しましょうかね。定食屋さんだと見るタイミング難しそう。筋肉マンしますかやね、筋肉マン。筋肉マン、筋肉マン、筋肉マン3世。あ、筋肉マンあるよ。筋肉マン3世になった。わ、間開けないよ。トーナメント編は1回戦終わるのに1年以上かかりましたし、わら。うわー、そんなに。筋肉マン3世、筋肉マンだからマスクマンがいいですかね。56個目だね。3は数字でも良かったかも。ああ、そうですね。ああ、マックのヒットマンセイバーでいいか。ヒットマンセイバー強いしね。勝手に参戦させようとして結果スーパーストロングマシーンになるんですね。ラシズマージャン見た世代としては1年か全然耐えられる。ああ、パンサーでいいか。ね、筋肉マン。まあ、筋肉マンでも、パンサーは素晴らしいっぽいからあれかな。まあ、3世だからいいか。3世ということでね。3世。あっちはがまた5人で、総理がやっぱ3世はできるですね。はい、3世はないのかな。筋肉マンはやっぱ投げ座だとかじゃないですか。初代は悪魔将軍が一番かっこいいと思うんです。ね、悪魔将軍かっこいいね、確かにね。ボスキャラのオーラもあるしね。ボックス、ルパン三世ですか、それともスゴーケイ三世ですか。はい、あ、これいいじゃないですかね。キックパンチの攻撃はないな。飛び技よりあれか、キックパンチよりどこいか。今の悪魔将軍はかなりかっこいいですよね。今の悪魔、今はやっぱり悪魔将軍だけど。じゃあ対戦相手はルパンだな。違う、ウォーズマン理論は先にパーマンの加速理論見てたから当時疑問持ってませんでした。わらわら。パーマンと同じ理論だった。今のウォーズマンは首の回路を引きちぎって本能で戦ってます。本能で戦って回路を引きちぎってる。裏投げいいね。回り込みすぎた。あんまり効果的な関節ないな。関節はそんなにいい関節ないから、関節はちょっと弱めにいいか。キックパンチだけど、
だいぶ目止まってるコンサルトプレスいいね。サーマンたちは直列で繋がったら飛行速度が倍々で増します。ああなるほど。アーキャラ作成で10分オーバー。まあ、これが魅力ですよこのラプド。半分以上使うなんてザラだから平気平気。あ、ここら辺は変えなくていいでしょ。ここはもう登らない。登らないっていうところもある。まあ、両方で OK ですね。ここね。はい、というわけで筋肉マン3世、もう一人何しましょうね。もう一人はやっと試合行った。まだです、もう一人グリーンマン。あ、グリーンマン行きましょう。グリーンマンいいですね。鬼畜ヒーロー、まだおった、わらわら。グリーンマン、グリーンマン来ましたね。ドケドケドケウセロだね。グリーンマン、グリーンが似合いそうな。グリーンマン誰かな。ひがきさん、ひがきさん、グリーン。グリーンマンはどんな感じがいいですか。旗本さんぐらいがいいかな。旗本さんグリーンしてるのかな。旗本さんグリーンないの。あ、グリーンないわ。誰がグリーンになる人いないの。グリーン、あれ色はあれだな。うまい。あ、モーガンでいいかじゃん。グリーンでできるかな。グリーンでいる。グリーングリーングリーンマン、ヒールモーガン、笑。あ、今だもあったわ。完全ラリアートかな。ラリアートショートレンジがあるからね。皆さんからここら辺に。で、ボーヨンさんがまた。ショートレンジラリアだから、バックフリか。和骨です。プロレスに行く最強の全盛期のボブサップが一番だと思うんです。ねえ、ホームしましたね。足の通りに行くとすごい卑怯な技も平気でやりそう。頭突きもやりそうですね。グリーンマン結構レーザー飛び道具が多いんですよね。目からビーム出したりとか。笑ってはいけないガキがなくなると大晦日ちょっと寂しかったですね。
どうですか、大晦日もうね、PC に紅白を疑ってんだけがあれ来て過ごしてください。オブサックは初めの頃はショルダータックルをよく使ってたような。PC の紅白は生きがいなので今後も頑張ってください。最強ならゲームスクリー級王者のフランシスダムが一番強い気がしますね。わら、アメリカですからね。ボブサップ、ボブサップはまあ確かに一般人の知名度もそこなかったですかね。ボブサップで何か納得。最強は誰かってのはやっぱ盛り上がりますね。ねえ、ランはどんなに綺麗なのか。まああとはハルク砲弾いますか。そうですね、ハルク砲弾はいますね。ハルク砲弾タイプですよ、これは。キャラ作成で20分になりそうなんですが、わらわら。普通です。と昔前はケインとエラスキャスが最強かと思ってましたが、時代ごとに変わるんですよね、わら。ケインビラゲスキャスがわかんないな。時代マージさんでしょうね、時代ごとに変わるでしょうね、やっぱりね。タイムマシンとかない限りね、わかんないですね。はい、行きましょう。さあ、今週のチャンピオンに輝くのは誰でしょうか。行きましょう。長らくお待たせいたしました。長らくお待たせいたしました。さあ、初恋物語。砲丸が求めたのはプス、砲丸ってまだ後だっけ。バサーす。さあ、弱そう、わらわら。人類最強は 100kg 以上のヘビー級の総合格闘技選手だと思います。え、もう砲丸でいいんじゃないですか。砲丸筋肉マン3世。ドゥーガンというになったの、名前変わっちゃった。リングスは石格闘技戦後買ったのでワクワクして見てましたね。初恋物語。さあ、初恋物語叩き抜けられた。さあ、キングガンパンチパンチ。さあ、初恋物語の最優スープレックス。さあ、いきなり初恋は流血だ。初恋はね、やはりこの初恋の先決、初恋といえば先決ですよ。もう誰が出てきましたね。最優スープレックス、もう誰が。サイドスブレックスで右に左に。さあ右に左に筋肉マンを。さあ右に左に筋肉マン、ね、細い体ですけど。あーっとサイドスブレックスで、これがサイドスブレックスです、ね、サイドスブレックス、サイドスブレックス。プロレスっていうのはしょっちゅうだったんですか。回り込みスリーパー、回り込みスリーパー、流血しょっちゅう。おっとキッチンシンクから、おっとエンディングは失敗だ筋肉マン。あーっとエンディング何をしているの筋肉マン筋肉マン何をしてる。さあ回り込みスリーパー。さあ回り込んですぐに出来上がった。サイドスープレックスでまた大出す。さあ筋肉マン強靭プロレス出身。さあ万事固めをかけそこね。さあパンチで殴る。さあ筋肉パンチ、筋肉パンチから筋肉空手チョップ、逆水平チョップ、筋肉、筋肉さあ、筋肉フェイスバスター。おっと浴びせ蹴り失敗、初恋物語。さあいい試合になってきた、いい試合ですよお互い。おっとおっと初恋物語空中タップ失敗。
さあ、筋肉マンのキッチンシンクからのエンディングに何をやってるんだ、筋肉マン。またしてもロープに打って、筋肉マンチョップ、筋肉チョップ、あーっと筋肉裏掛け、筋肉裏掛け、さあ筋肉裏掛け、さあすぐにリングイン、すぐにリングイン、さあ初恋サイドスーベックス、さあ筋肉裏投げ、三世の裏投げ、そしてラーズ筋肉カーフブランディーだ、拳の焼き印、もし焼き印が押された、筋肉の焼き印が押されたな、額に肉の、肉の焼き印、肉の焼き印が押された、肉のマリさんマリさんといたね、そういえばね。いつの間にか消えちゃったけど、絵の突っ張りは、あっとどうしたどうした、初恋物語、さあ締められる、初恋物語、義務か義務なのか、さあ義務じゃない、さあまた筋肉マンの裏投げ、うわーたまらず義務アップ、筋肉マン強い、逆肩エビ固め、2分57秒1本目取りました、筋肉マン賛成、わお、はい、お時間延長しておかないと大丈夫じゃないですね、ありがとうございます。さあ初恋は苦い思い出、初恋は苦い思い出ですね、さあいきなり裏投げ炸裂、やはり初恋といえば苦い思い出、うわあすごい、あーっと飛んだ、筋肉マン、筋肉マンの膝が初恋のお腹に、いや初恋はやはりね痛い思い出ですよ、まあしかし初恋がまんじかために攻めていく、え、どうもされちゃい、設定の辻褄合わせにわらわら、初恋わら、初恋はねやっと場外で叩きつけられた、 裏投げ、筋肉マン賛成、さすがの筋肉マンか、初恋なんとか起き上がってきた、さあ筋肉、筋肉裏投げ、うわーもう決まったー、筋肉マン賛成強い、逆肩エビ固めで仕留めました、初恋物語を、はい、というわけで筋肉マン賛成が一人抜き、ひどい、わらわら、さあ続いて筋肉マン賛成、そして鬼畜ヒーロー、鬼畜な試合展開になるのか、グリーンマン、タオル投げてさあグリーンマン対筋肉マン賛成、グリーンマンだ、グリーン、グリーンだよ、グリーンだよと掛け声をかけてボディスラム、グリーンだよ、さあ鉄柱攻撃、さあしかし筋肉パンチ、筋肉パンチ、グリーンマン応援します、グリーンだよ、さあグリーンマン場外、さあパンチを一発食べて、あっと回り込みスリーパー、筋肉回り込みスリーパー、筋肉スリーパー、筋肉パンチ、さあグリーンマンすぐ起き上がってきた、グリーンだよ、グリーンパンチ、グリーンプレス、グリーンパンチ、さあしかし筋肉パンチ、あっとグリーンダイナミック、さあしかし筋肉マンもすぐ起き上がってきた、さあ筋肉スイーパー、筋肉パンチ、筋肉パンチ、グリーンダイナミック、グリーンだよ、グリーンプレス、ダイナミックに鉄柵攻撃しましたね、さあグリーンストンピング、グリーンプレス、さあじっくりとやはりね序盤はお互い見極めてますね、さあグリーン、グリーンパンチ、グリーンプレス、さあグリーンプレス、おっと筋肉スリーパー、
筋肉パンチ、あっとグリーンマン流血、緑の体が流血。さあ筋肉鉄柵攻撃、鉄柱攻撃、筋肉ポスト、あっとグリーンマンのブリーカー、グリーンブリーカー、筋肉スリーパー、さあ筋肉スリーパー、あっとグリーンラリアード復活、そして筋肉パンチ、さあ筋肉ローキック、あっとグリーンラリアード、グリーンラリアード、グリーンがグリーンマンが飛んだ、グリーンだ、グリーンにグリーングニーからグリーンプレス、グリーンプレス、さあしかし筋肉スリーパー、さあいい試合になってきてる、あっとグリーンラリアードからグリーンプレス、さあグリーンマン、筋肉マン破れる、まさかの展開、グリーンプレス、鬼畜ヒーローの面目躍如、何でもグリーンと筋肉をつければいいんだな、ドケッドケッドケッド、さあ筋肉スリーパー、筋肉パンチ、グリーンマンもしかしかなりダメージを受けてますよ、グリーンパンチ、さあグリーン鉄柱、そうです、出てます出てます、モーガン、モーガンでね、モーガンです、ブーガンじゃなくて、さあグリーンショルダー、グリーンショルダーからグリーンプレス、さあまたして振ってグリーンショルダー、グリーンプレス、そうだグリーンショルダー、筋肉ソルトってやる、さあ筋肉パンチで流血、流血、グリーン流血、プレスからグリーンストンピング、あっとグリーンパワーボム、これなんとか返した筋肉マン、カメハメかっこいい、なんとグリーンラリアート復活、さあ、あっとグリーンジャンピングパワーボム、うわグリーンジャンピングパワーボム、グリーンジャンピングパワーボムでグリーンマンが取り返した、さあグリーンマンが取り返したことで、初恋物語が敗者復活、初恋物語もチャンピオン挑戦権が またしてもチャンスが来ました、初恋物語、これが本当のグリーンジャンボ、これが本当のグリーンジャンボ、グリーンマン初恋対グリーンマン、ファイト、初恋する、さあグリーンプレスから場外乱戦か、さあ 初恋物語が叩きつけられる、初恋サイドサイドフルックス、初恋は苦い蜜の味、初恋はサイドスープレックスの味なのか、初恋とグリーンマンどっちもヤバいやつなのか分かりますねさあ初恋マンチ固め、さあグリーンマン落として、グリーンプレス、グリーンパンチ、初恋サイドスープレックス、初恋マンチ固めってなんすか、わらわら初恋サイドスープレックス、初恋はマンチ固めと言われますからね、さあサイドスープレックス連発、初恋叩きつけ、あと初恋デスロック、さあおっと流血している、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 さあ初恋、初恋、初恋ジャンピングプレス、初恋サイドスープレックス、さあ空中散歩出ましたね、初恋の飛び技の防御はあんまり設定してないからちょっとあれですよ、壮絶な初恋だ、グリーンマン、グリーンマン飛び技には弱いはず、壮絶初恋、さあグリーンストンピング、
さあここまで初恋が落ちている。グリーンプレス、初恋が…おっとグリーンはゆっくりと、ゆっくりとした。さあ逆にやり返した初恋。初恋ジャンピングに、なんとここで初恋とどめを刺しに行ったが、ここは返された。まずちょっと早かったのか。初恋パワースラム、なんと初恋じゃなくて、ここはグリーンか、グリーンですね。グリーンブリーカー。おっと危ないよ、カウントが。初恋サイドスブレック。おっとグリーンマンは危ない。グリーンマンが大丈夫。あとグリーン続き、なんと初恋に続きをかました。なんと初恋カイザーボム、初恋カイザーボム来ました。さあグリーンマンを、初恋カイザーボムで下しました。さあ久しぶりに2巡目いきますかね。2巡目から1本勝負になりますよ。2巡目から1本勝負なんで、さあなんだかんだいい勝負してる。いい勝負ですね。大逆転、初恋カイザーボム。さあグリーンポスト、さあグリーンブリーカー、初恋ポストから、あーちょきた、初恋シューティングスタープレス、初恋モンサルトプレスか、初恋モンサルトプレス。いや得意の空中殺法できますね、初恋物語が。あったしかしグリーンマンが担ぎ上げて、グリーンブリーカー、グリーンプレス。おっとグリーンマンが飛ぶのか、飛んだか、これがかわされて逆にまたしても、初恋ジャンピングに、さあグリーンマン反撃か、グリーンストンピング。初恋はいきなり自分を応援したり試合途中で帰ろうとしたりしますから注意ですね。あとこれは初恋プレス失敗、初恋ジャンピング。和骨です、高さいらっしゃい。おっと来た初恋、これはなんだっけ、ダブルアームか、初恋ダブルアーム。さあ担ぎ上げた、さあ担ぎ上げるグリーンマン、腕力に物を言わせようで。おっと初恋ドライバー、初恋ドライバーから初恋デスロック。さあ初恋来た、初恋攻めていく、ギブか。さあ来た、まあ今のフロントスブレック、初恋フロントスブレックフロントスブレック、あれあんな感じだっけ。タカさんがレグです。今日どうで初恋香水鉛筆が欲しかった。初恋サイドスブレックス、おっと決まった、初恋これは肩始めか、いや違う、ドラゴンスリーパーだ、初恋ドラゴンスリーパーで、初恋物語の勝利というわけで、これから一本勝負ですね。2周目になります。パチパチ、さあ2周目から一本勝負、勝負の一本勝負、初恋が実った。さあ一本勝負での、さあ初恋物語対先ほど、2対0で負けた筋肉マン復活です。筋肉マン復活、初恋対筋肉マンラウンド2。今日は名勝負ですね、名勝負数え歌、名勝負だらけの枠になりました。今夜の金曜プロレスリング試合中継の途中ですが、放送時間を延長してお送りいたします。おかしいな試合中継の途中ですが延長してお送りしました、おかしい。さあ今夜の金曜プロレスリング放送時間を延長してお送りいたします。さあ激戦、チャンピオンのコブラ長男が いつ決まるんだと待っておりますが、ちょっとチャンピオンじらされてますからね、チャンピオンどうでしょうかね。
コンディション。さあ、初恋サイズフレックスフレックス。先ほど筋肉マン3世にいいところなく破れた初恋物語ですが。さあ、サイズフレックス。明日に備えてファックスかけためよ。27歳がいる。ダゾンなら完全に生中継。さあ、筋肉スリーパー。何、164号じゃないけ。おっと。さあ、筋肉マン賛成。筋肉スリーパー。筋肉スリーパー。ロープに打って、おっと、飛んだか、これは。あった筋肉スリーパー。さあ、筋肉片足指固め、片足指固め。逆片足指固め。得意の飛び空中殺法、初恋物語で空中殺法が意外と今日効いてますね。意外、おっと筋肉ショルダー。あ、今日徐々終わりになってるけど、どうなの。12話で開けるの。ええと思ってたら新聞見たら終わりになってるから。またネットフリックスで12話先行配信で12週後になったんじゃん。さあ筋肉、あっと筋肉裏投げ、筋肉裏投げ、筋肉裏投げから、あっとまた初恋元から破れてしまうのか。初恋がまた散ってしまうのか。初恋が筋肉の前に散ってしまうのか。初恋は筋肉の前に寝取られてしまうのか。僕の初恋は筋肉男に寝取られてしまうのか。さあサイズフレックス、ディスク取り返して終わりか。ジョジョ6部アニメ浜田純さんの愛好作られてないそうですね。そう、なんかネットフリックスで先行で全部最終回まで作られてるとか、なんか最初の頃なコメントであったから、あ、もう飛ばせて見れるんだとか。ネットフリックスで12話までなんだね。ネットフリでも12話までですね。ねえ、なんでこんな配信方法を取ったんだ。誰も得しない配信。さあ筋肉攻める、筋肉攻める、筋肉攻める、やっと筋肉攻める、筋肉、初恋物語は筋肉に勝てない。地上派でいいですよね、困りもの。ねえ、面白かった。面白いから一週ごとでいいのにね、あんなで先行配信とかしなくても全部配信するんだと思う。さあというわけで、まだまだ予選が続く。ねえ、まさか3回分割するとはね。先行で見た人は12週次はあくまでね待たなきゃいけないし、先行で見る人もね損するし、毎週見た人も先行配信のせいでまたね、あの期間空いちゃうから損しちゃうから、みんなこの配信方法やめてほしいな。さあしかし筋肉マンがまたしても、さあ今日の予選は長い。筋肉マン賛成。さあ、またしてもグリーンマンが復活。グリーンマンが、はい、バード大事。ああ、ネトリ見たことないから分かんないんだけど。オリジナルだとやっぱね、なんかこう、最初の1話目が面白くないとね、切っちゃう可能性もありますからね。さあ、先ほどはグリーンマンがやりました。そうみたいですよ。今日で一旦終わりみたいです。さあグリーンマン、またしばらくして12話だけね、またネットフリで先行配信、その後にあの BS でやるんじゃないですか。なんで。さあ筋肉マン、これで勝てばタイトル挑戦権ですけども、先ほどはグリーンマンにやられています。筋肉マン2回見ろってことですかね。ニコニコに毎月550円払うのとどっちがいいんだろう。これはネットフリーになった方がいいです。ニコニコはなんか昔ニコニコでもジョジョやってたんだけどね、4部までやってたかな、5部からやらなくなっちゃったんだよね。さあグリーンプレス、グリーンプレス、ガーッとグリーンジャンピング、ジャンピングジャックフラッシュ、
グリーンジャンピング浦室筋肉マンにガーッとグリーン続き、グリーン続き、グリーンプレス、うわぁ、あ、パンチパンチパンチ、あっと私みたいに普段見ないのはちょっと気になっちゃうんだけどね、やっぱり。さあグリーン、グリーンラリアット、グリーンラリアット、グリーンプレス、今日も出されちゃう、あっとグリーンマンガード、いやまだ続く、まだ続く、ニコニコはここの放送と動画見るから、これからも550円払うよ。さあグリーンマンが、そしてというわけで再び再び、再び、初恋物語復活、初恋物語さあ初恋物語復活でグリーン、グリーンマンくん、さあ初恋対再びグリーンマン、さあ二巡して決着がつかない30名に、さあ初恋がまたやってきた、皆さんの中に初恋、やっぱり初恋がそれぞれいますからね、初恋が、わおすごいね、時間を延長して、なんと、あとね、どうですかね、あの、あれがありましたからね、あのね、なんか、どっかね、あの、ハッキングされちゃってね、おっと、グリーンドロップキック、グリーンドロップキック、ハッキングされて、あの、一部地域ありました。さあ、グリーン、グリーンダイナミック。いや、グリーンブリーカーだった。グリーンブリーカーからグリーンプレス、グリーンストンピング。さあ、グリーンで埋め尽くされた、グリーンの技。さあ、一歩初恋は、初恋は、初恋は、危ない危ない。武田危ない危ない。わーっとグリーン続きで、グリーンプレス。あれ、あっさり。さっきは筋肉マン、グリーンマンに勝った初恋でしたけど、今回あっさり、あっさり診察された。というわけで、今週はグリーンマンが挑戦です。グリーンマンが、さっき 2-0 で勝ったんですけどね、初恋物語で。あ、3本勝負になってる。はい、というわけで、グリーンマン挑戦。行ってみよう。パチパチパチ、はい、どうやられない。さあ、お待たせしました、コブラ長男さん。コブラ長男。今週は長引いてるんですね。わら。今週は長引きましたね。グリーンマンとは。グリーンマン。さあ、これいよいよタイトルマッチ。コブラ対グリーンマンです。お待たせしました、コブラ長男。今週はね、珍しくね、2周しましたからね、あの挑戦権決定がね。珍しい、待ちくたびれたぜ、待ちくたびれた、コブラ長男。さあ、この待った時間がどう出るのか。グリーマンもね、あの、もうたっぷり汗かいてますからね、しっかりと汗をかいたグリーマンに対して、ちょっと冷えてきたか、ウォーミングアップはできているのか、コブラ長男。さあグリーンポスト、グリーンポストからグリーンパンチ、グリーンポスト、さあグリーンジャンプか、グリーンジャンプ、危ない、しかしチャンピオンかわして、チャンピオンかわして何がするのか、やばい、チャンピオンがコブラ、コブラクロー、コブラ好き、コブラ好きです。さあベアハッグ、コブラハッグ、コブラハッグからコブラ好き、コブラエルボー、グリーンプレス、グリーンパンチ、グリーンプレス、グリーンストンピング。さあチャンピオンどう出るか、チャンピオンクロー、チャンピオンエルボー。さあこれがチャンピオンのベアハッグ。さあチャンピオンのレスリングになってきたか、チャンピオンエルボー、チャンピオンのターン、コブラのターン、コブラ地獄。おっと、もうカウント入ってる。さあコブラクロー、コブラクロー、コブラクローからコブラエルボー、コブラエルボー2発入った。さあコブラコールが起こっている、コブ裏、コブ裏、
コブラ、コブラクロー、コブラクロー。さあ、コブラエルボー。さあ、最後はアバランシュホールドか。コブラ、いや、コブラキャプチュード。コブラキャプチュードから、コブラクロー。コブラクロー。さあ、ギブだ。たまらずギブ。コブラ人気すごいですね。さあ、グリーンマン、鬼畜ヒーローに鬼畜な技で対抗したコブラ長男。すごい長かったような、わらわら。さあ、コブラ、いや、やっぱチャンピオン強いですね。激戦を制したグリーンマンを考察しました。さすがはグッズ秒殺考察。コブラのグッズが売れてます。コブラグッズが売れてますね、この勝ち方は。さあ、しかしグリーン、グリーンポスト、グリーンプレス。さあ、グリーンジャンプか、グリーンから乗ってきた。あっと、グリーンの膝がモロに入った。コブラに入った。グリーン直撃。コブラの腹は大丈夫か。しかしチャンピオンのエルボー。さあ、チャンピオンのクローが強いですね。チャンピオンはね、このコブラの牙が、一ノ瀬瑠璃さんがレオです。コブラの牙、コブラの牙付きですから。さあ、コブラキャプチュード。さあ、コブラが相手を挑発している。来い来い来いと、来いと、上がって来いやと。さあ、これに、おっと、ここはグリーンの、グリーンマンブリーカー、グリーンカナディアンバックブリーカー、グリーンプレス、グリーンストンピング。最近コブラ長男テレビにも出演してるそうで、会場も、ね、あっと、これはグリーンじゃなくてチャンピオンのアバランシュホールド。あっと、グリーンジャンピングパワーボム。あっと、グリーンラリアート来た。あーっと、危ない、チャンピオン危ない、チャンピオン危ない、カウントにできる。さあ、グリーンマンが攻めてきた。グリーンマンが、おっと、しかしここでチャンピオンがエルボーで返して、エルボー3発入った。エルボー3発、どすこい、どすこい。さあ、コブラクロー。さあ、コブラクローでチャンピオンはもう仕留めたいところ、仕留めたいところ。さあ、コブラでもう締めていく。しかしここは場外、場外ではキープが取れない、場外ではキープが取れない。さあ、リング内で行かないといけない。あと、コブラクロー。さあ、これはだいぶ効いてるぞ。立てるのか、立てるのか。グリーンマン立った、立った。さあ、どっちが、もうどっちも体力がない、どっちが先に来るのか。アバランシュホールド決めた。長男防衛、コブラ防衛です。いや、コブラ、長男も危なかったですよね。一回もグリーンマンがジャンピングパワーボム決めたら終わった可能性がありましたけれども、なんとかコブラね、チャンピオンらしい戦い方、相手の技をたっぷり受けて勝ちました。コブラ防衛成功です、おめでとう。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今日はコブラ長男防衛でしたね。グリーンマンもね、これだけの激戦を戦ってきましたけど今日グリーンマン何試合やってんの。グリーンマン 1,2,3,5 試合やった今日これだけ打たされてなかったグリーンマン5試合やりましたからね。はい、ご視聴ありがとうございました。ピシェジャーファイヤー、あー、コブラブラッシュホールドですね。疲れた疲れた疲れたと一言はい、おでした。ファイヤーブレスの次、レジェンドバウト毎週金曜日やってます。おでした。おつでした。おつおつうせろおやすみなさい。はい、おでした。コブラが、ね、うせることはグリーンマンがうせちゃった。はい、おやすみなさい。おやすみプロレスリングです。おつでした。はい、おでした。おつ、はい、おつです。来週もチャレンジャーお待ちしております。